当てようか。
付しましたビッグマックツインアーチのスペシャルクーポン券は2015年9月4日から9月9日まで有効です。ご使用の際は有効期限にご注意ください。4日から9日まで5日から少ないんです。そうそうそう、しかも4日なんだよ。来週の会社の人と一回で終わっちゃう。そして2本目のホームランは1点差というところ、貴重な追加点になりましたね。いかがでしたか。そうですね、いいピッチャーから出て本当に嬉しいです。病からってね。そして片山選手、1試合に2本のホームランを打たれたのは何年ぶりだか覚えていらっしゃいますか。覚えてないんですけど、まあ、こんな僕でも打ったことがあるので嬉しいです。片山選手、西武時代以来の5年ぶりの2本のホームランです。5年ぶりだよ。前セーブに行ったの。さあ、残り試合も21試合になりました。これからも片岡選手の活躍で、あれやんなかったよね。たくさん見たいと思っている方もいらっしゃると思います。改めて、皆さんに一言お願いします。今日のことは忘れて、また来週から勝ちにこだわって、戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。やらないのかよ。素晴らしい日本の片岡選手でした。さあ、そして続いては東京ドームに久保選手が帰ってきました。貴重なデッドリーエンジン選手です。エンジン選手、ただいま、ありがとうございました。久しぶりの東京ドームの私はいかがですか。もう本当に嬉しいです。はい、東京ドームですが、今シーズンの初打席が2点差、2アウト満塁、すごい場面できましたね。どんな気持ちで立ちましたか。本当初打席で回りましたし、チャンスで回ってきたので、次につなぐっていう気持ちと、やっぱり、結果出したいっていう気持ちで、この気持ちで打てたと思います。打球が弾かれて同点になった瞬間、あの瞬間はどんな気持ちでしたか。本当嬉しくて、ちょっと松本さんも嬉しいし、荒木のグラブ、これか、これが大きい。すごい、ひっくり返ったね。汗を流してきました。大事なこの時期に、この一軍に戻ってきて、荒木が全振り返した。大西新選手、チームに褒めてる。もうなるんじゃないですか。もう本当に、言われた通り、チームでも自分でも、必死に、優勝目指して頑張っていきたいと思うんで、皆さんの応援、よろしくお願いします。試合を決めるホームランを打ちました。決勝ホームラン、村田選手です。すごい当たりでしたね。村田も本領だ。3人だ今日。そうですね、本当に田口が、ね、若いピッチャーが頑張ってるのにちょっと足引っ張っちゃって申し訳なかったですけど、本当に持って、ね、返すことができて良かったですし、今日の試合本当に勝ってめっちゃホッとしてます。はい嬉しいじゃん、ほっとしてるの。さあ、次の1点どっちに入るかというところ、ラップルは早いぞ。そうですね、若松君結構チェンジアップがね、いいんで、本当にチェンジアップをイメージしながらバット出したのが大方向にホームランだったんで、正直めっちゃ嬉しかったです、ね、そして、村田選手、先日から若いドラフト1位の岡本選手も入ってきました。岡本選手は村田選手のことを憧れだと話していましたが、あの若いサードベースマンの存在、村田選手にとってはどんな存在ですか。そうですね、まあ、いつか抜かれると思いますし、そういう時期が来るかもしれませんが、まだまだ僕も元気にやりたいと思いますし、いろんなことはまだ伝えていきたいこともいっぱいありますし、岡本の成長とともにね、僕ももう一つ、野球人としてね、成長できるように、見守っていきたいと思いますし、僕の全てを岡本に伝えてね、最後まで頑張っていきたいと思います。
そこに向けてファンの皆さんに一言力強くお願いします。そうですね、前回ヤクルトにやられてますし、しっかり、まあ、地方行きますけどね、ホームゲームですし、2つやっつけれるように、全力で戦いたいと思いますし、また温かい声援を、ね、皆さんに送ってください。頑張ります。ジャイアンツオープンフィールドのスタンドについての詳細は、ジャイアンツ公式ホームページ
場をご覧ください。